ゼンフォンズームがやっと発売になりましたよ。何しろね、これいつになっても登場しないんで、計画がポシャっちゃったのかなって思ってたんですけど、実はね、グローバルでは去年の12月から発売されてたみたいですね。で、今回日本でも正式に売ることが決まったと。実際の発売は2月5日からと。で、順次発売って書いてあるから、一気に全てのモデルが登場するわけではないのかもしれないね。で、なぜそんなに時間がかかったのかというと、この記事によるとですね、初の補野性レンズを搭載し、光学3倍ズームに挑戦した結果、発売までには少々時間がかかってますと。ありますよね。やっぱりレンズが難産だったみたい。ただし、ASUS の C 会長はですね、こう言ってるんですよ。クオリティや信頼性を重視しており、実現するのに時間がかかったと。薄型化やペリスコープを導入しつつ、スマートフォンを保護することにも注意深く開発した。漠然としててよくわかんないんだけれども、実はレンズが主要因じゃなかった可能性もあるよね。レンズはできてたんだけれども、それをスマホに組み込む過程でいろいろ不具合があって、それを解決するのに予想外に時間がかかったという感じなのかもしれないですね。で、詳しいことは各種レビュー記事を読んでいただければわかると思うので、基本的な話は飛ばしちゃいます。個人的に気になった点をかいつまんでお知らせしたいと思います。まずね、これ裏面の処理にレザー、革とプラスチックの2種類があるんですけれども、その違いがよくわかんないんだよね。これだね。これがわかりやすいかもね。こっちが革ね。こっちプラスチックと。で、こういう風な処理になってるよと、革の方はね。で、ここにグリップもついてるんだよね。まさにこれはもうカメラっぽいノリだよね。で、このページを見ると、レザーのモデルは74,584円で、プラスチックのモデルは62,64円と。つまりレザーにすると43,200円高いよということみたい。そんでもって、対応するネットワークも気になるところなんですけど、これ見る限り、グローバル版の ZX551ML と同じと思っていい感じなんだけれども、逆に言うと、特別日本向けに最適化されているわけではなさそう。ただ、もともと非常に広いバンドに対応しているので、日本で使う場合も問題なさそうです。LTE はバンド1と3と19に対応してるもんね。バンド28にも対応しちゃってるね。もうこれだけ対応してりゃ問題ないよね。さすがに日本独自であるバンド21には対応してないけれども、十分でしょう。で、3G に関してはだ、1、6、19に対応してますね。全く問題なし。カメラの性能にこだわる場合、パナソニックのね、CM1、こいつももちろん魅力なんですけれども、これは画面サイズが小さい割にね、4.7インチなんだけど、その割に重いですし、何グラムだっけ？ 203 グラムと。ね、重いんですよ。何よりも高いんだよね。現時点でも10万近くしちゃうんだよ。もちろん CM1 はさ、1インチのセンサー積んじゃってるんで、カメラの性能だけで比べれば、そりゃ CM1 の方がいいに決まってるんですけど、ゼンフォンズームは光学3倍のレンズ内蔵して、かつ画面も 5.5 インチとでかいんですよ。これで 185g ですからね。取り扱いやすさは普通のスマホと全然変わらない感じなんですよ。で、そしてね、いいのがね、何よりも安いことなんだよね。一番安いモデルは53,780円ですからね。CM1 に比べれば半額近いですよ。これはめちゃめちゃコストパフォーマンスいいと思いますよ。